向こうの言葉でカラー、まあ、彩りみたいな。いやこれ美味しいっすね僕なんだろう。皆さんこんにちは、ウッドベリーコーヒーの井川です。今日はウッドベリーが7月の定期便でお届けする3種類の豆を皆様にご紹介します。今回はグアテマラの農園と共同で開発したウッドベリーでしか飲めないオリジナルのコーヒー豆についてもお届けします。それでは本題に入ります。それでは、7月定期便でお届けさせていただくのはこの3つのお豆になっております。1つは、僕らが直接現地行かせていただいてますエルサルバドルですね、トレスポソス農園の高丸の品種のナチュラルプロセス。あとはケニアですね、ガダイディという農園さんの豆をご準備させていただいてます。定期便の中身をね、何にしようかっていう、 こう企画会議みたいなのした時に、焙煎士の今川くんがね、夏飲みたいの何って、やっぱり夏アフリカケニア飲みたいですよねと、で選んでくれた豆になってる。あとは今回ニューリリースエルコロリド農園、僕らのオリジナルの、コーヒー豆になっております。まあ、この農園さんについてお話しながら実際にコーヒー入れていきたいと思います。それでは、エルコロリド農園を実際にこう入れながら、農園の話もご説明させていただこうかなと思っております。ハニーっていうね、オリジナルのプロセスでお作りをさせていただいてて、ハニーはコーヒーのチェリーを、少しだけ抜いて乾かす方法なんですけれども、それに僕らはこう影蒸し、こうゆっくり時間をかけて乾燥させるっていう、まあ、そういったこう味作りを今回オリジナルでやらせてもらって、影蒸しですごく長い時間ゆっくり乾かしてコーヒーを作った、はい、オリジナルの、まあ、スロードライって言われるような、はい、コーヒーを今日はお届けさせていただきます。グアテマラのハラパという地域の、まあ、ナランハレスっていう農園さんの、ところからこう1区画をね、実際にこう僕らの農園としてこう育てていただいたものをこう実際に僕らがこう収穫現地させてもらって、生産処理をこうオリジナルでやらせてもらってるっていう、こうプロジェクト、その話がこう僕らスタッフの元に上がってきた時は、僕とってもこう興奮したっていうか、ついにそういったこうチャレンジまでできるようになってきたのかというのは、まあ、すごく実は嬉しいことで、それがようやくこう焙煎を終えて皆様のところに届けられる、とてもとても嬉しい、まあ、思い入れの深いね、はい、豆になっております。では実際にコーヒーを抽出していきたいと思います。僕らコーヒーの定期便、必ず船馬って呼ばれるような、オリジナルのね、冊子、まあ、読み物ですね、レシピとか、まあ、農園さんの情報だったりとか、あとはこうコラム、僕らのこうシェフだったりとか、あとはこうコーヒー携わっているバリスタの、インタビューとか、いろんなものをこう掲載させていただいている、読み物を毎月お届けさせていただいているんですけれども、そこにこう記載している、はい、レシピで今日は入れていきたいと思います。今日は 15g の粉に対してお湯を 250g 注いでいくようなレシピになっています。なんかすごいですよね、グアテマラ、こう海の向こう、実際現地に行かせてもらって、そこの方たちとね、一緒にこう試行錯誤しながらこうコーヒーを作って皆様にお届けできるっていうのは、なんかコーヒーやってる人間の、まあ、一個のこう夢の一つというか、僕らもすごく嬉しいことになってます。で、僕らこう実際にこう名前をね、ロットに名前を付けられる、まあ、命名する、どういう名前にしようかってなった時に、このエルコロリドっていう名前を付けました。まあ、このエルコロリドという名前、向こうの言葉でカラー、まあ、彩りみたいな、はい、そういったこう意味合いになります。エルコロリド、まあ、いろんなこう味作りをする中でコーヒーのこう味覚をこう色で例えた時にこういろんな味わいになるように、そういうカラフルな、ね、テイストをこう作り分けられるように、まあ、そういったこうイメージで名付けたものになってます。今日はこのハニーのプロセス、まあ、色味は実際オレンジ色のような色味のカラーになってるんですけれども、こうハニープロセスらしいすごく甘いフレーバー、特にこうアプリコットとか、あとはこうチェリーのような、そんなこうオレンジ色を連想してあげるような果実を思わせるような甘いフレーバーをバリ作りとして作ってきた、
そんなお豆になっております。ということでね、抽出が終わって僕らもすごく、いや、やっと届けできますね、エルコロリド。なんかこう実際にこう現地に行って収穫、なんかすごく大変みたいです。初日にグアテマラ到着するんですよね、旅程的に。いつも収穫期のすぐ、まあ、ついてその初日に実は収穫を始めるような、実はタイミングにいつもなっていて、日本からエルサルバドルまではちょうど1日26時間ぐらい、いろいろトランジットとか含めてかかるみたいで、まあ、その26時間7旅を終えて現地農園についてすぐ収穫をスタートする。佐藤さんはその1日目がとってもとても大変だった、だけどすごく楽しいんだよって、はい、教えてくれてましたね。それでは実際に入れたコーヒーを飲んでいきたいと思います。うん、香りがすごくこう、なんだろうな、アプリコットとかチョコ、アメリカンチェリーみたいな、結構甘い香りがすごく、いや、これ美味しいっすねこのハニーのプロセス、なんか口当たりがすごくとろりとしてるのがプロセス的な特徴もあるかなと、実際こう現場で働かせてもらっていて思うことなんですけれども、とっても嬉しいですね。なんかこれをお客様にこうぜひ飲んでくださいってお届けできるのがとても嬉しいです。うん、アプリコットとかこうブラウンシュガーを連想してあげるような甘いテイストがすごくはっきりとあって、そこにちょっとほのかに酸質アメリカンチェリーのような、そのニュアンス、あと個人的にはすごくこの口当たり、とろみを伴うような滑らかな口当たりがすごく心地のいいコーヒーですね。普段こうお店に立ってると酸味がこうあんまりきついのが得意じゃないんだよねっていう方、実はたくさん来てくださってこうご相談いただくんですけれども、そういった方にもすごくおすすめできるお豆かなと思っていて、それはこうすごく甘いテイストが主体的、甘さにこう寄り添うような柔らかい酸質を持ってるコーヒーなので、初めて飲んだ方も、あ、これは美味しいわって思ってもらえるような、そんなお豆なんじゃないかなと思います。先ほど飲ませていただいたコロリドの他にも、今回は2種豆をご案内してます。1つがエルサルバドルのトレスポソス農園さん、この子すごく甘い、同じくアプリコットとか、あとこうブラウンシュガー、ちょっとアンズのような最近フレーバー楽しめるようなコーヒー、冷めるとほのかにシナモンみたいなニュアンス、口当たりもすごくとろりと滑らかな印象で、非常にこう心地のいい、まあ、バカマラっていう品種のお豆の個性がすごく現れてる豆。あとはケニア、実はアフリカのお豆っていうのは入庫の地域がこう春、コーヒー屋さんの元に届いて夏になるとみんなこう焙煎をしっかりこう合わせて、行くぜケニア、アフリカ、エチオピア行くぜみたいな感じで続々と豆をリリースする時期、夏になっていて、僕らこうアフリカの豆がたくさんリリースになると、あ、夏が来たの今年もって実は思うんですよね。まあ、それをこう実際こうお客様にも楽しんでいただこうと思って、今回はケニアをチョイスしました。ガダイリーっていう農園さん、僕らもすごく馴染みの実は深い豆になっていて、甘い、そしてこう果実味がすごくしっかり感じられるコーヒーになっているかなと思います。こうカシスとか、あとほのかに柑橘、オレンジの柑橘のニュアンスを持っている豆になっていて、そこにこうブラウンシュガーのような甘い後口が楽しめる、はい、こうこれぞケニアみたいな、僕らもすごく大好きなねコーヒーになっています。最後にウッドベリーの定期便についてご紹介させてください。毎月僕らが選んだこの3種類のお豆を在宅不要でこんな形でポストにお届けさせていただきます。まあ、これ以外にも船馬っていうね、自社オリジナル冊子、読み物、はい、レシピとか農園さんの情報、あとはこういろんなコラム、バリスタとか、あとはこうシェフのコラムをこうギュッと一冊にまとめた読み物も一緒に同封させていただいてて、それがすごく実は僕らめちゃくちゃ頑張って作ってるので、ぜひぜひお読みいただきたいなと思っております。定期便にこうお申し込みいただいている方には、これと一緒に、クーポンも同封させていただいております。豆とか器具とか何でも使えるものになっている 10% オフのクーポンになっているので、気に入った豆があったらぜひぜひ買い足していただけると嬉しいです。
器具を持ってないよという方もご安心いただけるようなセットもご準備しております。動画内で使用したトリッパーとあとお豆もつけて1980円でスターターキットもお選びいただくことができますので、ぜひぜひ概要欄から、はい、チェックしてみてください。豆だけでいいよという方にも、もう少しお安く1480円で初回はご案内させていただいてます。ぜひキャンペーンサイトもご覧ください。ご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。